あったかいあったかい。お腹に入れていこうかな。私カード作ったよ。あげる。みんなこんにちは。科学のお姉さんこと五十嵐美希です。さあ夏といえば、じゃん、カイロですよね。はい。見てるだけで暑い、もうダメ。まあでも、まあ、ちょっと今暑いんですけれども、まあね、お腹とかね冷えないようにね、私とかは使ったりとかしています。ということで、まあ、自由研究などにもおすすめなんですけれども、カイロがなんで暖かくなるのか、今日は実際に実験をしてみましょう。それではレッツサイエンス。用意するものはこちら、このような封筒、プチ袋、ハサミ、お塩、大さじの計量スプーン、お水、キッチンペーパー、ちょっと丈夫な紙ですね。そして本日の主役、鉄粉と活性炭です。まずはこの封筒を切ります。どういうふうに切るかというと、最終的にこのプチ袋の中に入れますので、プチ袋の大きさに合わせてチョキンと封筒を切ります。使うのはこの下の部分、袋になっている部分を使うので、下から合わせてこのように切っていきます。切ってみよう。まあ大体でですかね、入る大きさであれば大丈夫です。はい、こんな感じでできました。そしたら今切ったこの封筒のこの袋の中に、鉄粉と活性炭を大さじ1ずつ入れます。これね、大さじ1測りづらいんだよね。ここでこんな手間取る。ちょうど大さじ1ぐらいなんです。はい、でこの時活性炭はちょっと飛び散りやすいので、目とか口に入らないようにゆっくりと入れてください。そしたら軽く混ぜておきます。出てきた。まあいいや、今はまだちょっと暖かくないですね。これだけだと暖かくなんないんですね。じゃあなんで暖かくなるんだろうな。はい、食塩水を作っていきます。いやー、これ濃い方がいいのかなと思っていますので、まあ、できるだけ溶かしていってください。もうちょっといくか。いやー、塩溶かすのも楽しいですな。え、伝わらない？え、伝わらない？この塩溶かす楽しさ。そしたらキッチンペーパーをまずはこの封筒に入る大きさに切ります。はい、こんな感じで切りました。そしたらこのキッチンペーパーを食塩水につけて、この中に入れて、最後このプチ袋に入れてよく揉みます。さあここからはチームワークちょっとなんでそんな顔するの。なんですかね、まあ入れて揉む。はい、ここを一気にやっていきます。一人で頑張ります。はい、じゃあいきます。まず入れる、浸しました。はい、それをこの中に入れます。 そしたらあ、プチ袋開けといた方がよかった。プチ袋、はい、でこれ閉めて、はい、この中に入れます。さあ
どうだろうか。ここでよく揉みます。あ、あったかくなってきた。あ、あったかい、あったかい、あったかくなってきました。じゃーん、あったかい。おー、あったかくなってきた。これですね、ちょっと酸素足りないなっていう時はこういう風にこのプチ袋開けて調整して、で熱くなりすぎちゃう時もあるんですよ。でそういう時はここ閉めてっていう風にちょっと酸素の量とか調節しながら、まあこうよく揉んでやっていくと、あったかい、あったかい、おー、あったかい。はい、温度測りましょう。おー、どんどん上がる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 。おー、上がりますね。43 45、どんどん上がりますね。すごい、だってすごい暑いですもん今。皆さんはね、ちょっとやけどしたりしないように気をつけてくださいね。あの結構反応する時とかは、うまくいきすぎちゃう時とかは熱ってなるんで。48 49、熱っ。熱っ、夏だよ。今夏なんだけど熱っ。なんと、まあ、今日やった結果51度ぐらいまで上がりました。すごい、あっつ、ほわほわほわ。製品の北海道はちゃんとそういう適温になるように量とか、あとはまあいろんなその入れ物とか調節してあるようになっていて、で今回はもうちょっと袋開けちゃったりしたんで、結構ね酸素と反応して、まあすごい高い温度までいったのかなと思います。お腹に入れておこうか。ではなぜこれが温かくなったのかと言いますと、鉄が酸素と反応することを酸化と言って、この酸化が起きるときに温かくなるということを利用しています。そして途中で入れたこの食塩にはこの酸化を早める働きがあります。また活性炭は小さな穴が無数に開いていて酸素を取り込みやすくするという働きがあります。これらの働きが組み合わさって酸化が進んで暖かくなったということなんです。ちなみに、まあ、活性炭って売っていて、で、まあ、カイロ作る時は結構それが推奨されていたりもするんですけれども、まあ、今回バーベキューで余った炭でやってみたところ、本当こんな感じで、これを砕いてやってみてもできましたので、まあ、バーベキューでこういうちょっと余った炭があればそれを鉄粉と混ぜてカイロにするのもおすすめです。実際に自由研究にするときは、まあ、時間ごとに温度を測ってどれぐらいで上がるのかなとか、どれぐらいで下がるのかなっていうのを、まあ、こう観察しつつ温度測りつつやると、まあ、一つ研究になるのかなと思います。あとはこの活性炭と鉄粉の比率を変えたらどうなるのかなとか、どうやったら一番熱いカイロが作れるのかななんて、まあ、そういうのも実際にやってみるのも面白いかなと思います。ということで実験すごくうまくいきましたね。本当に鉄粉と活性炭、そして塩水という、まあ本当にその3つをこう混ぜて揉むだけで実験できますので、ぜひこの凄さを体感していただきたいなと思います。いやー、いいですね。これは本当になんか反応が分かりやすいので、あのすごくこうやってて、まあ、満足感があるかなと思いますし、実際に日常で使えるものなので、私カイロ作ったよ、あげるみたいな、人のためになるこうものづくりってなんだろうなみたいなこととかも一緒に学べるのかななんて個人的には思いました。ということで、この実験がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。いろいろな実験をしたり、まあ、私が思ったことを伝えるような感じで動画を撮ってますので、ぜひ引き続きご覧ください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。黒い。